ヘンリー・ホランドヘンリー・ホランドはイングランドの建築家。ケーパビリティ・ブラウンの下で建築家としての訓練を積み後にその娘と結婚した。サージョン・ソーンは弟子の一人である。ロンドンの畜ンとジェームズにおけるブルックス・クラブの設計を手始めとして、シアター・ロイヤル・ドルリー・レーニア、ロイヤル・オペラ・ハウスの設計も担当した。177 17年には、 ハンズタウンの開発計画に参加し、89エーカーの荒の都市地にナイスブリッジとチェルシー、スローンストリート、スローンスクエア、ハンズプレイスなどを建設した。1802年には、ピカデリーのヨークハウスをオールバニーアパートメントへと改装した。ホランドの最も著名な業績は、当時の摂政皇太子で、後のジョージ4世のために建造したサセックス州、ブリントンの マリンパビリオンとロンドンのカールトンハウスの改修である。これらは新古典主義建築の代表作であり、同時代の建築家、ロバート・アダムと対象をなしている。ありがとうございます。